アリッサ・カンパネラ・ミス US ・ USA は毎年春に開催されるミス・ユニバース機構が主催するミス・コンテスト。ミス・ユニバース・ USA 代表選考会を兼ねている。全米50州とコロンビア特別区の代表51名がミス・ USA を目指す。第1回が行われたのは1952年。この年はカリフォルニア州ロングビーチで開催され、ジャッキー・ラウリーが 初代ミス USA に輝いた。最も多くのミス USA を排出している州はテキサス州で1985年から1989年の5年連続を含め2008年までに9人がミス USA に輝いている。最初のアジア系のミス USA は1984年のマイ・シャンリー。 最初の黒人のミス・ USA は1990年のキャロル・ジストである。1997年にミス・ USA のブルック・マフィアラにリーがミス・ユニバースで優勝したため、ブランディシャー・ウッドは1989年にミス・ティーン・ USA、1997年にミス・ USA となり、史上唯一ミス・ティーン・ USA とミス・ USA、双方のタイトルを持つ女性となった。 ミス・ USA 史上最も美しいと言われているのはテキサス代表として参加し優勝したクリスティ・フィクナーである。なお、ミス・ USA は自動的にミス・ユニバースアメリカ代表の出場権が与えられるが、そこでミス・ユニバースに輝いた場合、第2位が繰り上げでミス・ USA への任務を遂行する。またこの大会はミス・ユニバース気候管轄のコンテストで、 ミス・ USA に選出されると、ミス・ユニバース、ミス・ティーン・ USA と共に、各種プロモーションへの参加などの特典が与えられる。また受賞者に対応されるタスキは、ミス・ユニバースのデザインのアレンジである。ごック隊は、ミス・ユニバースに選ばれた、ミス・ USA ハット・ミス・ユニバース世界、大会出場も失格のため、ミス・ USA の資格も剥奪メアリーが、失格したのに伴い、 純ミスからの繰り上げ選出。ABCDEFG この年大会では、ミス USA の優勝者がミスユニバースにも選ばれたため、規定により、純ミス受賞者が繰り上げでミス USA に昇格した。ありがとうございます。